フェノバルビタールはバルビツール酸系の抗転換薬である。日本ではフェノバールの名で販売される。適用は不眠症、不安の鎮静や転換の痙廉発作である。抗不安薬、睡眠薬といった用途では現在ではより安全なベンゾジアゼピン系に置き換えられた。転換においてもフェノバルビタールは第一選択薬ではない。またベゲタミンの成分の一つであった。 連用により薬物依存症、急激な量の減少により離脱症状を生じることがある。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における劇薬、習慣性医薬品である。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定される。麻薬及び抗精神薬取締法における第三子無期精神薬である。 ガバー受容体に作用し、中枢神経系における抑制系の増強により興奮を抑制する。作用の発言は遅く持続的である。日本における適応は以下である。バルビツール酸誘導体間で交差体制が認められ、シトクロム P450 など、下毒酵素の遺伝子発現を誘導する作用が強い。特にサイプ 3A4 の誘導作用により、タクロリムスなど、 サイプ 3A4 で代謝される薬物の血中濃度減少に働く。フェノバルビタールは過量投薬のリスクが高く、治療薬物モニタリングが必要である。なお、例えば炭酸水素ナトリウムを投与するなどことによって、尿をアルカリ性にした場合、フェノバルビタールの尿中への排泄が早くなることが知られている。バルビツール酸系は治療域と毒性域が近く、過剰摂取時に、 致命的となり得るため、特に抗不安薬、睡眠薬といった用途では、現在ではより安全なベンゾジアゼピン系に置き換えられた。また、急速に耐性を生じ離脱を急速に進めた場合、交換神経系の過剰更新による、痙攣大発作に注意が必要とされている。日本では2017年3月に、重大な副作用の行に、連用により薬物依存症を生じることがあるので、 用量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。食欲減退の副作用があり、無商人無許可医薬品として、 海外製ダイエットサプリメントでの検出事例がある。フェノバルビタールは、甲状腺ホルモンの代謝を促進し、血中の甲状腺ホルモン濃度を低下させ、下垂体からの甲状腺刺激ホルモンの分泌を更新させる。フェニトインやカルバマゼビン、バルプロ酸など他の抗転換薬と同様に陽酸の吸収や代謝に影響し、貧血を引き起こしうる。 2010年の転換治療ガイドラインにおいても、フェノバルビタールの優先度は低いため、第一選択の薬としては推奨されていない。中止の際には、前言が原則であり、急な中止は、経連重積を生じる。ありがとうございます。